さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちは元気です。元気です。よかったです。元気です。はい、ミシェルさん、最近サイバーテロってよく聞きますよね。あ、サイバーテロ、うん、怖いね。人事じゃないんですよ、うん、どれぐらいの割合の企業がサイバーテロの被害に遭ってると思いますか。いやー、わからん。でも結構あるでしょ、うん、10社に1社いやいやいや、それどころじゃないんですよ、うん、サイバーテロ今ある調査によりますと 41%、 4割を超える企業様が被害に遭ってると言われているんですね。インターネットでやってるところあるもんね、うん、今ね。だからね、自分の身は自分で守らなければいけないって、個人も企業もなんですが、無理だよな。そうなんです。今回の企業様はその中でも特にウイルス感染の被害を最小限にする事業を展開しているこちらの企業様です。助かる助かる。私たちの生活に変革を与えたインターネット、パソコンやスマホ一つあれば世界とつながることのできる歴史的な進歩を歩み出した。しかしその一方で新たな脅威も発生している。それが日々進化を続けるサイバーテロの存在である。そんな世界規模で蔓延する脅威から安心と安全を守り抜く男がここにいる。株式会社コネクトワン代表取締役社長吉田進。 IT の波が押し寄せる2003年にスタートを切った株式会社コネクトワンでは、サイバー攻撃から私たちを守るだけでなく、社会全体に影響を及ぼすネットセキュリティの向上を常に目指し、未来の被害抑止にも全力を尽くしている。今回は吉田進をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。コネクトワンさんという社名の由来はどういうことだったんですか。あの、いろいろ会社のシステムって、例えばあのマイクロソフトとか、うん、グーグルとかオラクルとかいろんなシステム皆さん使ってます。で、あのこっち側の見る方もパソコンだったりスマホだったりとか携帯電話とかあるのを一個にこうつなげましょうということで、コネクトワン、一つにつなげるっていういろんなシステムを、はい、なるほど。創業のきっかけは何か。元々はですね、あのホンダ技術研究所というところでオートバイの設計やってたんですけれど、本当にいい会社でですね、若いうちからいろいろもう試させられてですね、やるんで、どの時に こちらでやるんですか。で、私の大学の友人が別の大企業にいたんですね。で、社内ベンチャーを起こすといった時に、あの技術者が欲しいからっていうことで私に声かかって、うん、でそこのホンダを辞めて彼と一緒にあのベンチャー企業を起こしたんですよ。彼の会社の社内ベンチャーで僕が外から参入する形で、でそこは、まあ、そこそこ成功したんですけれど、はい、やはりその先ほど言ったコネクトするっていう法人のシステムの市場ってすごいあるなと思ってですね、友人とあの2人でコネクトワンという会社を作ったのが12年前です。で、あの一緒に2人でもうあの彼のあのアパートにですね、私がこう通って、で将来はこういう製品作りたいとか、こういうような世の中にしていきたいっていうのを言いながら、でもう2人だけなんでいろんなお客さんにですね、うん、あのこう売りに行くんですよ。そうするととにかく実績じゃなくて技術に特化したところが好きっていう人が何人かいて、そうするとそこに大きい案件で一緒に入れてもらってっていうのを少しずつやって会社を大きくしていたんです。そんなコネクトワンでは現在企業や国家に損害を及ぼすサイバーテロの対策に力を入れている。インターネットの普及に伴い増加するその被害状況について詳しく話を聞いた。今はもう本当ひどくてですね、あの調査によると大体もう企業の4割ぐらいがもう実際もう被害あってるってのは去年の何らかの被害で、そうですそうです。でもう4割ぐらいがもう実際の業務に差し障りがあるサイバー攻撃っていうかサイバー被害はもう4割ですね、はい、被害を起こす方のメリットって何なの。それがですね、仕事で使っているメールになりすまして、はい、添付ファイルを開かせるっていう手口が多いんですけれども、ランサムウェアっていうタイプと標的型攻撃っていうタイプがあります、はい、でランサムウェアっていうのは、はい、あのそれ間違ってクリックした瞬間にパソコンの中のファイルが全部こう開かなくなってロックされちゃうんです。それでお金を払いなさいと
出るんですよ。上げてやるから。そうで48時間以内にお金払わないと中全部消去しますと。で口座番号が入っててカウントダウンが始まるんですよ。はっきり事件じゃないですかね。普通のこの世界だったらね。日本でも大企業は何社かこれかかって、実際我々のお得意様もですね、2日間メールが1回かかって全部見直さなきゃいけないから、もうメールちょっと2日ほどできないのって電話でやり取りしていました。某すごい大きい会社さんです。もう一つはですね、標的型攻撃って言って、これはさらに深刻なんですね。トレの木馬って言ってですね、パソコンの中にこう潜むんです。でユーザーはかかってること分かんないんですよ。何も出ないから。ランサムウェアはボーンって出てタイムカウントとかカウントが始まります、はいはいはい、そうだから標的型攻撃はもう潜んで、その本人のメールの中身をずっとその犯人の子に陰で送信するんです。そうするとですね、この人はこういうメール見てるなっていうとですね、今度それを踏み台にして、その実在にある名前の実在の会社のでそっくりその業務に使われているような添付ファイルを今度その人に送るんですよ。そう、その人はもうその会社のその担当者は実在の人ですと、先週の打ち合わせの差し替え版ですみたいな来るから、当然当事者だと思うので開けますよね。そうまたかかりますね。で本人もまた気づかないで今度その人のメールを見るわけね。でそうしてその犯人が欲しい情報にたどり着く担当者になるまでやってるらしいんですね。それも実態は明らかになってないんですけど、犯人の目的は何かといった場合、ランサムウェアの場合は単純に身代金でお金ですし、標的型の場合はもうとにかく大きい国家ぐるみに近いような大きい組織で特定の機密情報を抜き取りながら、防衛省とか三菱重工とか外務省とか官公庁も例外ではないですよね。もうそういうふうに最先端の技術をやってる企業の、にこう入る言われています。怖い怖い。実際にはどういう手口でウイルス感染をしてしまうんでしょうか。これがですね、これ左側がですね実際のメールなんですよ。ちょっとで右側がそのメールを多分裏で取得して、そのメールとそっくりなものを作ったこれ偽メールなんですね。こういう風に来ちゃったら、開けちゃいます。開けますね、開けなきゃいけないもんだと思っちゃう、なんかちょっと前までは怪しいファイルは開けちゃダメよっていうのが大体もうその教育のルールだったんですよ。知らない人から、今は知ってる人から知ってる内容っぽく来るから、もうねオレオレ詐欺と一緒で、もう本当にサイバーのオレオレ詐欺なんですよ、偽装メールウイルスって。本当ですね、本当に。ちょっと前に、政府機関、霞が関の政府機関 の、 6万人対象に練習をしたんです。でその人たちに今からその数日以内にこういうメール添付、怪しい添付メールを送るけど開かないようにって告知して、その6万人に送りましたと、それ1割がクリックしたんですよ。忘れてる時もあるし、本能的に開いちゃう時もあるし、本能的に開いちゃうんですよ。習慣ですよね。そう習慣で。私たちはどう気をつければいいでしょうか。そうですね、ではですね、デモで、はい、どうやって気をつけたらいいかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。ということで今回は忍び寄るサイバー被害から逃れるために私たちに必要な知識と対応策をスペシャリストの吉田から学ばせてもらうことに。一つのクリックが命運を分ける、そのウイルス感染の恐怖とは。こういうふうに、これはメールが来ましたと、よく我々仕事で来るようなメールですね、こんな感じで来るんですよ。なんとただしよく見るとここが G メールになってたりするんですけどね。G メールになってると何があれなんですか。だってもし本当にこういう公的な機関 の、 メールだったら、そんな G メールでフリーアドレスで来るわけじゃない。ああそうですね。そうそうそう。でここにこう添付ファイルがこうありますと、でこのようにダウンロードしましたと、はい、でこうやって見ますよって言ってこう見ますよね。で、あ、これ ZIP が開きましたと。でこの中を見ますとこういうふうに PDF ファイルが入りましたと。ところがですね、はい、これクリックしちゃダメなんですよ。これダメなやつ。これダメなやつなんですよ。なぜなだって PDF だからいいと思うじゃないですか。よく EXE ファイルとかだと危ないですけど、PDF は安全でしょ。なるほど。ところがここに種類アプリケーションって出てるんですね。ここが実は我々が身を守るもう最後の砦なんです。そうなんですね。なぜならば
PDF だとここが書類になるんです。ドキュメントとか書類、うん、これアプリケーションってことは、うん、あの実行ファイルってエグゼファイルなんだよってことを Windows は言って教えてくれてるんですけど、我々人間が見ると PDF になってるじゃないですか。でね、これこうやってこうやってこうやってほら、あ、出てきた。これ実際ある手口なんです。だファイル名を作るときになんとかなんとか .pdf ブランクを20個か40個があとってやるとエグゼファイルなのに隠れちゃいますね。そう、普通のウィンドウだと待ってこうなっちゃって、ここがこうやって点点点点ってやって、本当はこれはこの後にまだあるよって意味なんですけど、あ、でもこれはかなり具体的に教えていただけて、ね、これは、ね、気をつけられそうですね。うん、これあと法人の場合はどう気をつけたらいいんですか。はい、法人的にですね、うん、これはうちの製品のブラウザなんですけど、ブラウザ自体がもう中身をチェックするんですね。で今まではその、サーバーのメールサーバーの方で対応するか、この OS のウイルスチェックでやるって言ってたのを、もう開く手前で、で一番もう瀬戸際のいろんなものをかいくぐってきたとしても一番ギリギリのところでですね、あの対応するっていうか助けるというか、あの防ぐということです。でこれは同じ画面ですね。であのここであのうちの製品で、ですね、これダウンロードしますと開いた時にこれエグゼだよと、我々人間の目視だと見逃しちゃうのもプログラムなので、はいはい、もうダメダメっていうふうに言ってくれるというのと、あとですね、例えばこれなんかも完全にこう Excel で偽装してますけど、中はあのプログラムの実行ファイルというものを実際はないんですけど、これはデモ用に今日作ってみました。でこれをあのこう開きますと、で普通開くとですね、あのここでエグゼが実行するようなこともまああるかもしれないというところですが、あの我々の場合はあの同じようにそのオフィスソフトも一緒にセキュリティの高いものを作ったので、あの実際はあの実行ファイルの場合はですね、開かないっていうようにもなるんですね。こんな感じで あのあれです、こう文字化けしてますよね。なのであの普通だとこうダウンロードしてクリックしてプログラムが実行しちゃうところ、うちのそのドカンオフィスっていうアプリで開くので実行しないで済むということが、巧妙化するサイバーテロから私たちの安心と安全を守り抜く吉田進。そんな男が描く今後の展望とは。今こういうセキュリティの商品を出してますと、これやっぱりこういう流れっていうか動きっていうのは会社としては続けていきたいと思います。今はこれメールソフトだけですけど、もっと多角的なっていうところで、さっきコネクトワンって1個につなぎますけど、その1個につないだところでセキュリティも一緒に見れるようなあの製品っていうのをあの今後もつなげていきたいと思ってます。はい、では吉田代表がいつも大切にしている言葉を教えてください。はい、やっぱりいい技術ほど実は黒子裏側に隠れている技術こそあのいい技術であることが多い。もちろん表に出てて高い技術もたくさんありますけど、我々はどっちかというと表に出てうちの製品がというよりは裏でつないで裏でしっかり守っているだけど、非常にこうキャッチアップとそのセキュリティの高さは高いんだよっていう、なんかね黒子に徹する方がかっこいいかなって思いますけどって。もう安心するな、本当にあの世の中の安心安全を守り続けていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。